どうも、おしゃれ包丁研究所の大地です。今回はですね、ちょっとこう、緩い感じの動画を撮ろうかなと思っております。まあ基本的に僕の動画最近は減量期間ということで、Vlog メインで撮ってたりとか、するんですけど、ちょっと今日はですね、行き当たりばったりの動画になるんじゃないかなと思いますが、まあたまにはこういうのもいいかなと思って、よかったら研究の皆さんお付き合いよろしくお願いします。ということで、まず何したいかっていうと、商品が届きました。近頃もマイプロテイン買う機会が本当にめっきり減りましたね。まあとはいえ、たまに買ってるということで、久々に買ったものっていうので、まず簡単に紹介しようかなと思います。もう近頃はマイプロテインでプロテイン買うことがなくなったかなと思いますね。まず、バッグです。はい。これはジム行く時とかに使うバッグっていうんですか？こういうやつ。はい。これ買いました。これね、なんかセールで安かったんで、ジム用のバッグがなくなっちゃったんで、まあ僕基本的にホームジムであるんですけど、やっぱたまにジム行くときこういったバッグ必要なんですよね。で、あとは、はい、マルチビタミンですね。それからグルタミンですね。グルタミンは筋トレ終わった時とかに飲んだりするんですけど、結構忘れがち。覚えてたら飲むって感じ。で、それから、プロテインクッキーですね。これ美味しいんですよ。かなり、濃厚なこうキャラメルソースが入っているプロテインクッキーになってまして、値段はちょっとするんですけど、まあそれなりに味は美味しいです。ちょっとこうトースターで焼いたりすると美味しい。ただ今減量期間で割ともう大会近いので、今はこれ食べれないですね。大会終わってから食べようかなと思ってます。で、最後がこちらですね。いつものやつです。はい、ピーナッツバターです。いや最近思うんですけど、マイプロテインの一番の商品はピーナッツバターなんじゃないかなって僕はね、ちょっと思ってます。今回はクランチじゃなくてスムースタイプっていうんですか、あの粒がないタイプを購入しましたが、僕は粒があるタイプの方が基本的には好きですね。近頃はオーバーナイトオートミールに入れたりとかもしてますね。やっぱその方がね、美味しいです。まあただね、ピーナッツバターの脂質は入るんですけど、これ余分なもの一切入ってないので、本当にね、こう上質な脂質が取れるっていう感じのピーナッツバター。本当にこれ素晴らしいなって僕は思います。で、味も美味しい。ピーナッツの甘み、酢の甘みがあるっていう感じのバターとなっております。これ大好きです。で、以上ですかね。で、ここからちょっと小腹空いたんで、おやつを作ろうかなと思ってます。おやつはですね、嫁マグというのをちょっと作ろうかなと思ってます。最近ね、これたまに食べる機会がありますね。もともとは、ケンイチくんという、モデルフレッシャーズの選手がいつもこうインスタグラムでですね、減量男子の一日ってこんなもんみたいな動画を作ってくれるんですけど、それが僕結構好きで、その時にですね、そのケンイチくんが嫁マグっていうのを食べてたんですよ。で、嫁マグってなんだと思って僕よくわかんなかったんで、ちょっと調べたら、嫁にもろてプロテインマグカップケーキでしたっけ？っていう結構ね、有名なYouTuber さんが作ってくれて一世を風靡したやつですよね。で、僕もよく見たら、あ、これ聞いたことあるなと思ったんですけど、実は作ったことがなかったんで、ここ最近ね、作り始めてるっていうか、まあ、たまになんですけど、作ってます。なので、今日はこれから、嫁マグ、作って、まあ、それを食べようかなと思います。そんな感じの動画でいかがでしょうか。はい、それじゃあね、実際に、嫁マグカップケーキ。まあ、僕はマグカップ使わないですけど、こちらの耐熱皿で作っていこうと思います。まあ、作り方は実際の YouTuber さんの動画をリンクに貼っておくので、まあ、そちらで見てくれれば、そちらの方が詳しいかなと思います。一応僕もレシピ載せておきますが、まあ、こんな感じです。まず、オートミールはこちらですね。マイプロテインです。これも実際に YouTuber さんが使ってたんで。これやっぱ作ってみて、まあ思ったのは、なんか流行る理由がわかりますね。なんか簡単にできるし、で、美味しいってところが、ちょっと僕が作ったやり方悪いのかしんないんですけど、まあ、なんだろうな、すごい美味しいわけじゃないんですよね。僕の場合は。これ僕の場合はです。まあ、悪くないかなっていう感じ。で、こちらが、僕が使ってるのはこのプロテインですね。チョコレートプロテインです。これをワンスクープ入れます。はい。で、あとは、大箱。これを入れた方が、なんか、ふっくらするそうです。なので、これ、買いました。ね、自分で買っといて、なんなんですけど。大箱って何？よくわかってないですけどね。よくわかってないけど、いいそうです。から、ベーキングパウダー。これは 3g。よし、これ 3g。それからですね、ココア。最近これ気に入ってます。ナチュラルココアパウダー。これを、オーバーナイトオートミールにも入れたりもしますし、チョコ感が増して、美味しく感じます。ちょっと脂質はありますけど、こんぐらい。入れちゃいました。で、これを混ぜると。
で、あとはお水をまあ入れるらしいんですけど、僕はお水じゃなくてアーモンドミルクを入れてます。80から90ミリリットルぐらい入れるらしいです。これくらい。あー、ちょっと入れすぎた、臭い。あー、やっちゃった、ミステイク。まあいいか、もしかしたらちょっと違う仕上がりになっちゃうかもしれない。勢い余って入れちゃった。大丈夫かな、ちょっと不安になってきちゃった。結構水分量が大切らしいんですよね、動画を見ると。なのに失敗しちゃった。なんかホットケーキ作る前みたいな感じですね。この状態ではね、結構いい香りするんですよ、うん、すごい美味しそう。なんかで、でもね、僕が作るとね、美味しさが半減するっていうか、この状態は美味しそうなんだけど、まあこれからあのレンジでチンするんですけど、レンジチンするとね、ちょっと味が薄くなるんですかね。なんかやり方がも良くないのかな、はい、こんな感じでいかがでしょうか。あ、まだ溶けてない、全然取れない。うん、うまい。じゃあレンジでチンします。はい、こちらがですね、プロテインマグケーキの完成です。で、実際これもう1分ぐらい放置してます。ちょっと中身見せますね。こんな感じ、美味しそうですよね、見た目ね。ちょっと失礼して、今日はこのまま食べますね。いただきます。うん、まあうまい。なんか足んないんだよな、個人的には。生クリームが欲しいぐらい。生クリームかけたらあんま意味ないですね、ダイエットになんないですもんね。せっかくなんで、これにさっき開けたばかりのマイプロテインのピーナッツバター、これかけちゃおうかな。え、ちょっとやってみましょうか。オープン。え、こんな感じ。あー、これダメだ、斜めにできない。で、これをよく混ぜるんですよ。ちょっと混ぜます。おお、すごい。うら、マイプロテインのやつって無添加って言うんですかね、結構天然で作られてるんで、余分なもの入ってないから結構ね、分離してるんですよね。でね、意外と硬くなる、すごい。よくね、混ぜる必要がある。なんでちょっとそこはめんどくさいんですけど、でもね、味はほんと美味しいんで、ぜひ皆さんにね、試してもらいたい。あとこれ1キロで700円ぐらいですからね、値段も割と安いんですよ。まあ、あのセールによるんですけど、僕が買った今回は700円ぐらいでした。ちょっと絵面的に角度が悪いんで見えにくいですけど、すっごいことになってますよ。よし、どうでしょうか。こうしてここに、ほら。これ美味しそうじゃないですか。いただきます。うん、合う、うん、合う。乗せるとちょっとカロリー高くなっちゃいますけどね。ね、減量中もやっぱ楽しみは必要ですからね。こんぐらいはいいってことにしましょう。うん、もうピーナッツバターが言うことないわ。なんか確か動画だと酒に入れてるとかっていうのもあった気がするんですよね。前一回酒に入れたことあるんですけど、なんかあんまり僕はピーナッツの味を感じなかったんで、量の問題かな、後乗せにしました。あの、嫁マグの動画も皆さんね、ぜひ見てみてください。あの、チャピさんっていう女の子が説明してくれてる。いや、ただね、おじさん的に心配になるのは、すごいね、動画で、嫁にもろて、嫁にもろてって言うんですよ。まあ、嫁にもろてプロテインマグカップケーキっていうタイトルだったかな。なんで、嫁にもろて、嫁にもろてって言うんですけど、なんか心配になっちゃいますよね、おじさんはね。そんなに嫁に行きたいのかなとか、なんでしょうかね。キャラ、まあ、キャラ作りなんでしょうけど、あんなにね、若い子が嫁にもろて、嫁にもろてって、言うもんなのかな、言うもんなの。おじさんは心配になっちゃう。でもすごい素敵な彼氏さんいるんですよね。なので心配はないのかもしれない。うん、美味しい。ただ喉は乾く。生クリームかけたいな。はい、元気の皆さん、ここまでご視聴どうもありがとうございました。今回はちょっとこう緩い感じの動画となってしまいましたが、楽しめましたでしょうか。そろそろ大会が近づいてまいりました。今回の関東大会、長野大会、熱い思いがあって
臨むつもりです。研究の皆さん、引き続き応援の方よろしくお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、ガシャ。結構お腹いっぱいになるんですよね。